新型コロナウイルスの感染症というこの脅威が増す中で。この地域では少子高齢化がさらに進んでいくと考えられています。これからの地域医療についてはどのようにお考えでしょうか。そうですね。やはりあの。まあ。高齢化に関しては。まあ、日本でも。最も進んでいる地域でありますので。うん、あの。いろんなその治療、あるいは検査。 がですねやはり患者さんにあの与えるそのダメージって言いますか侵襲っていうんですけどそれがやっぱりそれを減らさないといけないということがありますねだから患者さんに優しい痛くない治療とかあるいは切らない治療とか切っても最小限のその切開に抑えるとかですねまあそれその一つの例はあのダ・ヴィンチによるロボット手術なんですけど。 これはやはりあの国立大学の中でも日本でももう本当にトップを切って始めてであのまだその手術の数だけではそれは都市部にはやっぱり勝てないんですけどもあの診療科の数ですねあのそういうロボット手術をやっている科の数では、まあ、日本ではトップだと思います。あある意味チーム医療でもあってあの 医者だけではでではきないんですよね看護師の方それから ME というその医療技術者ですねそういう方とかの補助が絶対必要なので、まあ、そういうチーム量がもう病院内に全部広がってきてますから、まあ、内科でももちろんそうですしいろんな科であの患者さんに優しい治療というのを目指していますね。 やはりあの高齢化が進んでいく中で必要となってくるんですかねうんうん、うん。そうですね。そうです,うです確かにそのチーム医療というものの重要性っていうのはすごくあると思いますね。うん、やはりあのただ患者さんにその手術をしたらいい、薬を出せばいいということでは、その例えば高齢者の方っていうのはそれでは絶対に補えないので、日常生活がいかにできるかとかですね。日日常生活に いかにそのパフォーマンスを上げた形で帰っていただけるかというようなことになるので例えばリハビリとかですねあるいは薬剤師の方に薬が本当に合っているかどうかとかあるいは栄養士の人にですね日々の食事のことのアドバイスとかあるいは臨床心理士の方が心理的な面からサポートするとか本当にチーム一丸となってその患者さんをサポートする。 そういうい生活の全ての目にわたって行き届いたようなあのケアをしないと、まあ、病気を本当に治したというか病気その患者さんをサポートしたということにはならないというのがまあ分かってきたというか、まあ、それは当たり前のことかもしれないんですけどもそれがまあできるようになってきたというかねそういうことをしていかないといけないというふうに思います。 はい、退院後のフォローまでされている、ね、ということなんですね対面での,その医療が大事というところもある中で、うん、AI による働き方改革なんかも鳥大病院さんの方では取り組まれていると思うんですが、はいはい、この医療現場の DX 化についてはどのようううにお考えでですすかそねもうこれはですねあのこの波は絶対に止められないし将来の病院の構想にもつながるんですけども。 その A. I. デジタル化を進めていくっていうのは。あの。取り組んでいきたいというふうに思っています。具体的な何か取り組み構想なんかは考えられていらっしゃいますか。そうですね。具体的なものとしては。まあ、あの。まあ、カルテ。の。もう少しその。今電子カルテなんですけれども。まあ、そのカルテに。 まあ全ての、例えば予約システムであるとか、まあ、それから今あのトリリーニンーで患者呼び出しシステムを使ってますけどもその患者呼び出しシステムで例えば患者情報をそこにあの全部そこから取り込めるような例えばウェアラブルの時計ってありますよね。あれれで心拍、血圧、それかか、ら呼吸数とか、まあ、いろんな、 生体情報が取れるわけですね。で、それとあの電子カルテっていうか、院内のシステムを結びつければですね。患者さんが目の前に来たときにはそのその日の状況っていうのは全てもうカルテ状に出てるわけです。で、今の血圧どうっていうわけでもなくて。1週間このお家にいてどんな血圧だったかというと一発でそこに出てくるわけですよね。あのカルテ状に出てくるわけです。 でそれを見ながら、うん、やっぱりちょっとこの薬では血圧混同できてないねみたいな話になるわけですよねだからもうそれはすぐそこに来てますその時代はもう,もう目の前ですすぐできます、はい、だからまあそういうことからやっていこうと思っていますね。2030年を見据えた今後の医療についてはどのようにお考えでしょうか。AI といいうのはすすごくく医療にも入ってくると思います、ねはいで あの診断とか、病気の診断とかですね。いうことに関しては、これはもうコンピューターには絶対かなわないと思うんですよ。A. I. とアルゴリズムには絶対かなわないんですよ。ただ、その。A. I. にはできない部分というのは絶対あるんですよね。これは。やっぱり人と人との触れ合いだし。人への接触というか、タッチというところだと思うんです。あるいは手術ですね。 そそういううういい部分ははは絶対ににに簡単にはね人間 AI には負けないと思うんですよだからまあその先端技術はやはりこの医療の現場をの,その業務の改善というか働き方を変えるという意味でも非常に大きなインパクトあるので取り入れていかないといけないんですがそれにも増してやはりそのあの人と人との触れ合いというか。 まあ、心もありますよね人間性人間との触れ合いという部分もあの私たちは考えないといけないと思いますね、はい、では最後に地域の皆様に一言お願いできますでしょうかはいあのこの状態が長く続くとは絶対に思いませんもうすぐそこにあの解決の糸口は見えてると思うんですよねですから希望はありますで今は少しし我慢なないといけないとけですが 皆さんやっぱり周りの人を思いやる気持ちを持ってですねこの危機を乗り越えていきたいと思います。で鳥谷病院としてはあの地域の皆様の信頼に応えられるようにですね職員一丸となって今後も努力してまいりますので是非ご支援信頼していただいてご支援いただければというふうに思いますよろししくお願いいたします。